この試合は K1 ルール3分3ラウンドで行われます。1ラウンド中3回のダウンで負けとなる3ノックダウンシステム、延長はありません。両者身長差なんと17センチ。ラウンド39歳角田信明、9ヶ月ぶりのゴングです。空手着の上を脱ぎ捨てました。角田曰く、鍛え上げた肉体を見せつける空手家魂、プロ魂の現れです。そして今前蹴りを放っていった柳沢隆史、総合格闘技プロレスのリングに上がること50戦、キャリアは十分。昨年の7月 K1 のリングに参戦、今日が K12戦目、前蹴りを放っていった。この2戦目にして角田戦というチャンスを得ました柳沢、前へ出ていきます。館長、この角田は言います。自分は館長最後の時期です。館長の地元愛媛での試合に花を添えたい、この思いいかがですか館長。すごい嬉しいですよね。やっぱこの年まで現役を続けるっていうのはね、はい、非常にやっぱ節制をしないとできないんで、はい、しかもやっぱヘビー級なんで、はい、一発もらえばね流れ変わりますから、はい、まあその技術体力以上に精神力も非常にね重要なことになりますので、両を放っていきました、だから本当に今年40になるんですけど、はい、その男がどこまでできるかね、はい、見届けたいと思ってます。4月で40、角田信明、鍛え上げられた肉体。さあ膝蹴りから入っていった柳沢、右から左パンチを放っていきます。柳沢も気合が入っています。柳沢も掴んだ大きなチャンス、右のボディーブロー。この角田戦何としても倒しに行く、右のハイキック柳沢、柳沢の攻撃が続いている。角田防戦、しかし角田も前に出る。見えてますよ松岡さん、角田の気迫いかがですか。圧倒されてますね、はい、僕もお会いしに行きましたけど、はい、なんといっても半月板両膝とも全部ダメになってる、その中で戦って信じられないですよ、はい、僕も手術しましたけどね、はい、この気迫、それは空手家魂かプロ魂か。角田信明じっと相手を見据えます。じりじりと距離を詰めていく、気合いものともローキック、はいですね、はい、気合が入っています。これまでで最高の仕上がり、角田は言います。さあリング中央、どちらが先に攻撃を仕掛けていくか。優香さん、はい、この2人身長差17センチ、いかがですか。迫力でね、そんな差があるとは思えないぐらい、はい、オーラがすごいですよね。角田選手の気合い勝っています。さあ第1ラウンドもあっという間に時間が過ぎています。さあこの揉み合いから、圧力をかけていったのは柳沢、191センチ、 102.5キロ。さあここで第1ラウンド終了です。39歳、空手歴23年、角田信明、今回はこれまでで一番調子がいい、心技体のバランス調和が見事に取れた、いや取り方が分かった、目から鱗が落ちた感じ、39歳にして語ります。さあ試合は第2ラウンドに入ります。さあ第2ラウンドのゴングが鳴りました。空手家魂角田信明39歳、プロレスラー魂柳沢隆史28歳。柳沢191センチ、身長差はなんと20センチ近い身長差、しかしそれをものともしません角田、気合が入っています。さあ館長、はい、角田は接近戦、中に入っていきたいですね。そうですね、まあ、柳沢選手は距離を取って、はい、でワンツーミドルで攻めて、はい、接近してきたら膝蹴りという作戦ですね、はい、で角田はやっぱ素早いステップインからのパンチで倒したいという、はい、まあ、できればミドルローで崩してからという思ってるんでしょうけどね、はい、この角田左右の強烈なフックを持っています。さあ、うら、気合いもろともローキックを放っていった角田、対しまして柳沢は右の入り、強烈なものを右のフック、このフックですね、これはなんとか防御した柳沢、膝を払っていった、両者気合が入っています。伝わってくる、伝わってきます。
藤井さん、はい、赤角田陣営はね、はい、全く問題はないと冷静に分析、気をつけるのは相手の右のハイキックだけだと言ってますね。立ち上がりは問題がない角田です。藤井さん、はい、一方柳沢サイドはね、はい、間合いを取ってポイントを使ってそこからローだという指示を出してますね。そこからローですか。柳沢は右の強烈なハイキックを持っています。角田信明9ヶ月ぶりのリング。しかしここ3年は1年に1試合ずつ、関係ない角田は語ります。藤井さん、はい、あと角田陣営はね、はい、もっともっと相手に技を出させようと、それぐらいの気持ちでいこうと、相手に技を出さす、そこからチャンスを掴んでいきたい角田。一気にパンチを集めていった。さあ接近戦だ。なんとか逃れる柳沢、ニュートラルコーナーに追い詰めていきました。角田全く息は上がっておりません。スタミナは十分。3分3ラウンドで行われています第2ラウンド。柳沢選手やっぱりクリンチ前ですね、はい、接近戦は逃れてますね。そうですね。リーチでは圧倒的な差があります。柳沢なんとか自分の距離に保っていきたい。この前蹴りです。前蹴りで距離を掴んでいきます柳沢。やはり角田陣営はね、詰めていこう、はい、そして上下上下と再三言ってますね。上下上下、やや手が止まっているか角田。右のフックを放っていった柳沢です。やっぱあの角田の右のフックと左のローのアッパーはやっぱかなり気にしてますね。返してきた、はい、ローの応酬があった第2ラウンド。両者全く疲れは見えません。第2ラウンド終了です。画面左191センチ柳沢、画面右174センチ角田、身長差17センチ、年齢差11歳、試合間隔も角田は9ヶ月ぶりのリング、柳沢は2週間ぶりのリング。何から何まで反対の2人です。さあ間もなく最終第3ラウンドです。最終第3ラウンドのゴングが鳴りました。ここまでは全く互角、非常にいいあのアッパー打ってるんですけどね、はい、柳沢選手のクリンチングワークがね、はい、うまくあの両脇締めてクリンチしてますんで、はいはい、なかなかあのアッパーをもらわないようにしてますよね。なかなか入っていきませんね、かなりやっぱ角田選手の戦法をやっぱ研究してきてますね。研究してきてますね、はい、角田対策はバッチリです。柳沢大きなチャンスをつかんだ。この角田を倒せば K1 でのチャンスが大きく広がっていく。柳沢は狙っています。倒しに行く。柳沢は言いました。最終第3ラウンドです。藤井さん、はい、角田陣営はね、はい、柳沢が出てきたところを打っていく、カウンターを取ると、はい、カウンター狙いですか。藤井さん、はい、一方柳沢陣営はね、はい、ローが効いてるから、あとは膝、膝ということをしてましたね。膝、膝を狙っています。柳沢接近戦で膝が出るか。館長、これ角田さんずっと待ってるわけですか。角田選手はもう今攻めてプレッシャーかけて、はい、左右のフックとアッパーで倒したいと思ってるんですけども、柳沢選手はうまく離れながら、はい、離れた突っ込んだらこうクリンチクリンチという、ね、作戦で、角田選手の接近戦のパンチを封じてますよね、はい、もう少し打ち合えば、チャンスあるんですけど、柳沢選手がクリンチ作戦に行ってますから、両者一歩も引きません。これやっぱあんまり良くないですよね、残り試合時間1分30秒。さあどちらが詰めていくか。ちびちびと前へ詰める柳沢。前蹴りで距離を放っていきました。さあ角田接近戦アッパー、いいアッパー入りましたよ。右のアッパー突き上げました。さあ角田の眼光が光った。ひときわ光り輝く存在感、プロ魂角田信明。柳沢サイドからはね、はい、一発にだけ気をつけろという声が飛びましたね。一発注意柳沢、それだけ破壊力があります。角田の左右のフック、さあ膝から入っていった柳沢。28歳、新進気鋭のプロレスラー柳沢、立ち技から寝技まで時間ないぞ、どんな戦いにも挑んでいきます。柳沢 K1 のリング2戦目、大きなチャンスを掴んでいます。柳沢最終第3ラウンド、残り時間は30秒。さあ両者時間がない。ここまで一進一退の攻防が続いています。さあパンチを集めていった柳沢、フックから顔面、
柳沢のコンビネーション、おっとまたボディから顔面、柳沢の攻撃だ、三角だ、ちらっと今時計を見た、しかし両者息は上がらない、試合時間がないぞ、さあどうする、39歳角田、右のハイキック、試合終了、ゴングが鳴りました。試合の結果は判定に持ち越されました。判定の結果をお伝えします。さあ判定です。ジャッジ島津夫30対30、ドロー。まずはドロー。ジャッジ大森俊夫30対30、ドロードロー。ジャッジ小林健太、この試合は引き分け。30対30、ドロー。両者決着はつかず、しかし両者大健闘、見事な試合を見せてくれましたね、館長。そうですね、やっぱし後半のね、3ラウンドの後半は柳沢選手ちょっと手数多かったんですけども、はい、まあ差が出るまではいかなかったということですよね。それぞれが持ち味を出したと言えませんか。そうですね、はい、もうちょっと角田選手やっぱし中に入りたかったですね。でやっぱ柳沢選手のやっぱこう作戦のクリンチ、まあがやっぱ角田選手の、はい、攻撃を止めたということですよね。はい。村上隆二。